ヒッポタンパク質のヒトホモログである MST1 はヒトのヒッポシグナル伝達経路の一部を構成する。ヒッポシグナル伝達経路、またはサルバドルウォーツヒッポ経路は動物において細胞増殖とアポトーシスの調節を通じて器官のサイズを制御するシグナル伝達経路である。この経路の名称は症状場へドロースフェラで重要なシグナル伝達因子の一つである。 プロテインキナーゼヒッポに由来する。ヒッポを高度する遺伝子の変異は組織の過成長をもたらし、カバのような表現形をもたらす。発生生物学における基本的な疑問の一つは、器官は特定のサイズに達した後、どのようにして成長を止めるのかということである。器官の成長は、細胞分裂やプログラム細胞子など、細胞レベルで生じるいくつかの過程に依存している。 ヒッポシグナル伝達経路は細胞増殖の抑制とアポトーシスの促進に関与している。多くのがんは抑制を受けない細胞分裂という特徴を有するためこのシグナル伝達経路は人のがん研究において重要性が増している。またヒッポシグナル伝達経路は幹細胞や組織特異的な線具細胞の自己複製と増殖にも重要な役割を果たしている。 ヒッポシグナル伝達経路は高度に保存されているようである。ヒッポ経路の構成要素の大部分は黄色症状がエドロサーフィラモラノガスターで遺伝的モザイク法によるスクリーニングを用いて同定され、それらはその後哺乳類でもオルソロングが発見された。このように症状がエでのこの経路の解明は哺乳類でガミ遺伝子またはガミ抑制遺伝子として機能する多くの遺伝子の 童貞に寄与してきた。ヒッポ経路は、ハポがプロテインキナーゼオーツをリン酸化するというコアキナーゼカスケードから構成される。ハポは STE20 ファミリーのプロテインキナーゼである。このコードに保存されたセリン、スレオニンキナーゼファミリーは、細胞増殖、アポトーシス、ストレス応答など、いくつかの細胞過程を調節する。WTS は、 リン酸化されることで活性化される。ミッシャペンとハピハウアーもハポと並行して WTS を活性化する。WTS は NDR キナーゼのメンバーであり、NDR キナーゼは細胞周期の進行、成長、発生の調節因子であることが知られている。サルバドルとモブアズ・テューマアサプレッサーという二つのタンパク質が WTS の活性化を促進することが知られている。 サブは WW ドメイン含有タンパク質であり、このタンパク質にはトリプトファンとプロリンを含むコードに保存された配列が存在する。ハポはサブに対して結合とリン酸化を行い、このハポサブ間相互作用は WTS のリン酸化を促進することから、サブは足場タンパク質として機能している可能性がある。ハポはマッツもリン酸化して活性化し、マッツは WTS に結合して WTS のキナーゼ活性を強化する。活性化された WTS は転写コアクチベーター容器をリン酸化して不活性化する。一気自身は DNA に結合することはできないが、活性化状態の一気は転写インシスカラップトに結合し、一気 SD 複合体は核に極在するようになる。これによって、 細胞周期の進行を促進するサイクリン E やアポトーシスを防ぐジプ1など器官の成長を促進するいくつかの遺伝子の発現を可能にする。一ーは細胞数に影響を与える性の成長調節因子であるバンダムミルナの発現も活性化する。そのため WTS による一ーの不活性化はこれらの成長促進調節因子の転写を抑制し、 成長を阻害することとなる。WTS は、一キーのセリン168番をリン酸化することで、一キーと14から3から3タンパク質との結合を促進する。14から3から3タンパク質は、一キーの細胞質への隔離を助け、核内への移行を防ぐ。哺乳類には2つの一キーのオルソログヤップとたず、WWTR1 が存在する。 ヤップとタズは活性化されると P73、ランクス2、ティドファミリーなど、いくつかの転写因子に結合する。マウスと人の上皮細胞では、ヤップはハキサ1とホックスク13の発言を調節する。コア発ポ、WTS キナーゼカスケードの上流の調節因子には、膜貫通タンパク質ファットといくつかの膜結合タンパク質がある。 非典型的カドヘリンであるファットは、需要体として機能している可能性があるが、細胞外リガンドは同定されていない。組織のパターン形成において、ファットは、他の非典型的カドヘリンであるドキサスと結合することが知られているが、組織の成長の調節における DS の役割は不明である。しかしながら、ファットは、発歩経路の上流の調節因子として認識されている。 ファットは超単部に極在するタンパク質エクスパンデットを介して発泡を活性化する。X は他の2つの超単部極在タンパク質キブラとメルルンと相互作用しキブラ X メール複合体を形成する。X とメールはファームドメイン含有タンパク質であり、キブラはサブ同様 WW ドメイン含有タンパク質である。ケム複合体は ハポキナーゼカスケードと物理的に相互作用し、コアキナーゼカスケードを細胞膜に極在させて活性化する。またファットは、X、ハポヒーゾン的に、否定系妙心ドックスの阻害を介しての WTS の調節も行う。通常、ドックスは WTS に結合して分解を促進する。症状場合では、ヒッポシグナル伝達経路はサブ、WTS。 八ポなどからなる、キナーゼカスケードが関与する。ヒッポシグナル伝達に関与する遺伝子の多くは、がん抑制遺伝子として認識されているが、一キー、ヤップ、タズは、がん遺伝子として同定されている。ヤップ、タズは、がん細胞をがん肝細胞へ、ディプログラミングすることができる。ヤップは、人のがんの一部、乳がん、大腸がん、肝がんなどで上昇している。このことは、 ヤップの近年発見された機能である接触阻害の克服によって説明可能かもしれない。接触阻害は正常細胞がインビトロとインビボで成長を制御する基本的性質で細胞がコンフルエントに達したもしくは体内の可能な空間をすべて占有して互いに接触するようになった後に増殖が止まる性質である。この性質は癌細胞では 一般的に失われており、癌細胞は制御を受けない形で増殖を行う。実際に、ヤップの過剰発現は接触阻害に対抗する。癌抑制遺伝子として認識されているけど、構成要素の多くは、人の癌で変異している。例えば、FAT4 の変異は、乳癌で見られ、NF2 は、家族性と枯発性の神経消種で変異している。さらに、 人の癌細胞株のいくつかは、サブ1とモブック1バイトに変異が生じている。しかしながら、マーク・カーシュナーとタラン・グージラルによる近年の研究では、ヒッポ経路の構成要素の癌における役割は、以前考えられていたよりも微妙なものであることが示された。ヒッポ経路の不活性化は、FDA の承認を受けた15種類の抗がん剤に対する感受性を高めた。 他の研究では、ヒッポ経路のキナーゼラッツ1、2は、顔面液を抑制することが、マウスで示された。ビバーチェセラピューティックスとゼネラルバイオテクノロジーズの、子会社のニビアンセラピューティックスのベンチャー2社は、ヒッポ経路を標的としたキナーゼ阻害剤の、積極的な開発を行っている。心臓は哺乳類の発生時に最初に形成される、器官である。 適切なサイズで適切に機能する心臓は、生涯にわたって必要不可欠である。外傷や疾患による心筋細胞の喪失は心不全を引き起こし、罹患率と死亡率の多くを占める。残念ながら、成人の心臓の再生能力は限られている。ヒッポ経路は、細胞の増殖を阻害し、アポトーシスを促進し、肝細胞や腺具細胞の運命を調節し、 そして一部の条件下では、細胞のサイズを制限することで器官のサイズを制御する、進化的に保存された役割を果たしていることが近年、特定された。研究は、この経路が、心筋細胞の増殖と心臓のサイズに、重要な役割を果たしていることを示していた。ヒッポ経路の不活性化、またはエアップコアクチベーターの活性化は、心臓の再生能力を改善した。 機械的ストレス、g タンパク質協約需要体シグナル伝達、酸化ストレスなど、ヒッポ経路の上流の基地のシグナルのいくつかは、心臓の整理に重要な役割を果たすことが知られている。さらに、ヤップは、複数の転写機構によって、心筋細胞の運命を調節することが示されている。ヒッポのタズタンパク質は、しばしばヒッポ経路とは、無関係なタズ遺伝子と混同される。 タズ遺伝子はタファジンをコードする。ヒッポ経路のタズタンパク質をコードする遺伝子の公式名は WWTR1 である。また MST と MST2 の公式名はそれぞれ STK4 と STK3 である。バイオインフォマティクスのデータベースでは公式遺伝子シンボルが利用され、商用の PCR プライマーやサウナでも公式遺伝子名が利用されている。 ありがとうございます。